今現在ね、もう夜の時間帯なんですけどね、9月12日のもう夜のね、8時44分っていうね、まあそういう時間帯なんですけど、この時間ね、いつ更新されるかよくわからんないけど、なんか更新されてて、ね、公開時間の総再生時間、3987時間って、もうちょい、もうちょい、あと13時間ってもう、あっちゅう間に行ってまうって、ほんまにもうこれは、ついに、多分明日でしょうね。明日になったら、このチャンネルは収益化できています。収益ができたからって言ってもね、多分1ヶ月で数千円ぐらいしかね、お金はもらえないと思いますよ。しかしね、そっからですよね、もう売買ゲームでね、増やしていけたらええんですけど、まあ明日が楽しみです。はい、こんにちは。日が変わりね、今はこんな感じです。今はね、9月の13日夕方の4時40分っていうところですね。ようやく待ちに待った瞬間が来ました。はい、はい。再生時間4000時間達成、やっほー。で、ここ申し込むでええんかな。こっから先の手順がね、初体験やからよくわからんけど。チャンネルの収益化、ステップ1、2、3ってありますわ。この3ステップをクリアしたらね、貼れるみたいですわ。さっさっさとやっていきましょう、こういうのは。はい、どうも、こんにちは。アニューと言います。はい、はい。収益化できました。いや、ほんとね、ここまで長い長い道のりでしたけどね、これで YouTube からね、お金をもらえることになりました。いや、まだ審査が通ってないんですけど、昨日なんか審査みたいなやつを言って、今準備中みたいな感じになってるんですよ。あそこのところにはね、1ヶ月ぐらいかかるかもしれませんみたいなね、そういうこと書いてるんですけど、でもなんか調べてみたら、ほんとに早い人では3日とか4日とかでね、YouTube からメールが来て、もうすぐにね、収益化ができるようになるってね、言うらしいんですけど、今はね、それ待ちなんですけど、まあ僕はね、YouTube の中で、こんな過激なこととかね、ガイドラインに引っかかるようなことはしてないはずなんで、多分大丈夫かと思います。はい、よいしょー。スプライト。ええ音鳴るやないか。いやー、今日は晩酌ですわ。かー、うまーい。確かね、チャンネル登録者数1000人超えた時もね、なんか動画を出して、その時はね、リアルゴールド飲んでたと思うんですけど、そうなんですよ。酒とかはね、ほとんど飲まなくて好きじゃないんでね、こういう祝い事ではね、スプライトとかね、リアルゴールドとかで僕は十分なんですよ。うまいなぁ。いやね、ここまでほんと長い道のりでしたわ。YouTube のね、チャンネル始めたのが2020年の1月で、その頃は僕まだアメリカに住んでたんですよ。アメリカで、まあ他の仕事をやっていて、でもね、その仕事がちょっと嫌になって、で、会社を辞めて、仕事でアメリカに行ってたわけですから、その会社を辞めたってことはもう日本に帰らないといけないっていうね、まあビザの関係とかもあるんですけど、だから会社を辞めてすぐに日本に帰ってきたっていうね、経緯なんですけどね。それでね、日本に帰ってからずーっとね、去年の1年間は、まあ Uber Eats の動画とか、他にもね、YouTuber っぽいようなね、ネタを動画にしてやってたんですけど、全然伸びませんでしたね、本当に。再生回数がね、全然伸びなかったんですよ。もう何日経ってもね、再生回数が100回とか、ほんとね、ひどい動画ではね、再生回数がね、100回にも満たない動画とかもあったわけなんですよ。あの頃はね、ほんと YouTube はこれは無理やなと思ってたんですけどね。それで、去年の8月はね、1ヶ月間毎日投稿してやろうみたいなね、ことをやって、だから1日に1本ね、動画を出してたわけなんですけど、でもそれでもね、全然再生回数伸びなかったんですよ。だからね、あ、これはやる意味ないなってね、もう心の底から思って、だから9月になってすぐやめました。毎日投稿って今ね、ほんと人気の YouTuber やったら、すごいブーストがかかっていいんかもしれんけどね、人気がない YouTuber からしたらね、完全に無駄な努力で終わってしまうっていうのをね、すごい痛感しましたわ。それで僕と同じ頃に YouTube を始めたっていうね、人たちがね、まあ自然とね、まあ、YouTube 上で知り合うわけなんですよ。もう僕の方からコメント言ったりとか、まあ、向こうからコメント来たりとか。でね、そういう人らから、人には負けたくないなっていう人がね、出てきたりとかするんですけど、そういう人ね、もう今ね、見返してみたらね、みんな YouTube やめてるんですよ。本当に。マジでみんな YouTube やめてますわ。久々にね、そういう人たちのね、チャンネル見に行ったらね、最後に投稿された動画が5ヶ月前とか、半年前とか、だからね、一緒に頑張っていこうみたいなね、こと言ってたけど、みんなやめていってさ、あ、こいつらなんか本気じゃないんやなってね、すごい感じましたね。
まあそんなこんなでね、僕も諦めずにやってきて、去年の1年間はね、チャンネルの方向性とかも全然決まってなかったんですよ。なんかのきっかけで見てくれたらええなみたいなことをね思ってたけど、そういうさ、何にも定まってないチャンネルってね、本当に見られないんやなっていうのもねすごい感じたんで、だから今年のね2011年に入ってからはもう一つのことに特化したねチャンネルにしていこうって決めたんですよ。それが本当に事業家として僕が一つの事業をすると、でその本当に最初のね仕事のない時期から、そこからどんどんね売り上げを上げていって、会社とかをどんどん成長させていくっていうね、その過程をね全部つながった動画をね作ろうっていうねっていう風な考えに思い至って、今のね事業家の日常っていうチャンネルになったわけなんですよ。やっぱね動画一個一個でね全て終了なんじゃなくて、動画全部がねつながってる方が面白いじゃないですか。っていうのもあって、本当にリアルな日常を何ヶ月前と今とでどう違うかみたいなのを見比べるのも面白いじゃないですか。そういうチャンネルにやっていけたらええなっていうことでね、今のチャンネルが成り立ってるわけなんですよ。まあね、それが功を奏して確実にね今年に入ってからの再生回数っていうのはねどんどん増えてきてるんですよ。自分の動画の、ね、再生回数めちゃめちゃ気にするんですけど、去年までは動画を1本出して丸1日経って再生回数が100回超えてるか超えてないかやったんですよ。だいたいそれぐらいやったんですけど、もう今になってみたら動画を出して1日経ったら再生回数はもう300ぐらいいってて、まあ、400回とかも行くようになって、まあシンプルにそれはね再生回数が4倍か3倍になったってことじゃないですか。まあね、人気の YouTuber に比べたら全然もうしょぼくてしょうがないんですよ。本当にね小さい数字でしかないんですけど、でも僕からしたらね確実に伸びてきてるなっていうのを実感できるんでね、いやー頑張ってよかったなと思いますわ本当に。そうなんですよ、収益化の条件の再生時間4000時間っていうのは直近の1年間で4000時間超えるかどうかっていうのが目安なんですけど、僕ね今年に入って1月2月3月ってこの間ね動画を全く出さなかったんです。2ヶ月とちょっとぐらいね動画を出さなかった時期があったんですよ。これが相当痛かったな。便利屋の事業の仕事風景とかを動画にしたいと思ってたんですけど、今年のね1月も2月もね全く仕事が来なかったんで、だから動画にすることがなかったんですよね。いやね、1月とか2月とかね本当に適当な動画でもええんで出しといたらもう再生時間も稼げて、その分ねもっと早く収益化できてたかと思うんですけど、でもねあの頃は本当に仕事がなくて毎日何してたか覚えてないですけど、何にもしてなかったんで毎日、まあ、人生長いですからね、そういう本当に何にもしてない時間もねあってもええかなって思うんですけどね、もう貯金が持ったのが本当ね今でもびっくりですわはい、ということで僕のチャンネルは収益化の条件を満たしました。今審査中ということなんですけど、数日後にはね広告を貼れるようになると思います。そんなねガイドラインに引っかかるようなねことは動画で何もしてないはずなんで、まあね広告が入ってなんか見にくくなるかもしれないんですけど、それもちょっと我慢してもらって、これからもね僕の動画見てくれたらねすっごくありがたいです。本当に僕一人がどんだけ頑張ってもね、見てくれる人がいるからこそね、チャンネルが成長していけるわけですから、本当にありがとうございます。はい、というわけで今回の動画は以上です。ちなみに今日も明日も明後日も仕事がありません。便利屋としての仕事がね、最近ないんで、ちょっとそこ考えもんなんですけど、YouTube でさ、どれぐらいね、お金を稼げるかわからないんですけど、まあ、家賃分はね、補填できるぐらい稼げたらね、ほんとラッキーかなと思うんですよ。まずそこを超えれるようにね、頑張っていきたいと思います。今回の動画は以上です。改めまして、皆さんが見てくれたおかげです。これからもよろしくお願いします。それでは、それ。バイバイ。